孫となりは、中国語漢末期から三国時代の武将。呉の皇族。字は金立。父は孫、孫ふ弟は孫康、孫広寺、孫伊佐子は、孫苗、孫旅、孫術、孫信、孫,心孫かなう、孫。生まれつき鋭敏な頭脳を備えており、幼少の頃から霊明があった。九歳の時に、父が亡くなったため、予少大衆の職を引き継いで、 女合校に封贅られた。しかし、あまりに年少だったため、余生大衆の職を帰り見、将に交代したが、引き続き余生軍に住んだ。余生軍にあること20年近くに及び、その間に反乱者を討伐して、功績を挙げた。やがて武将に召喚され、尿長忠しに任ぜられた。藩深氏が慶州を治めていた時、茂安県令であった、女将は罪を犯して投獄された。 かつて、女章は、半負可子を失望させることが何度かあったので、法にのっとって処刑しようとした。多くの者が女章のために取りなしたが、半負可子は聞き入れなかった。孫となりは、半負可子に女章殿の父の登る小兄弟は、友人のあだを打ち、その罪を互いにかばやって、自分が死刑になろうとしました。天下の人々はそれを、義しであると称え、 美談としました。また、ノブル将殿はかねてより、国家のためにその身を捧げたいと心しておられました。もし天下が統一され、陛下のシャガが北に行行されました暁には、中原の人々は、必ずや女将殿の後継ぎはどうしているのかと尋ねるでしょう。尋ねられた者は、半可視殿が女将殿を殺したのだと答えることになります。それでもよろしいのですかと言った。 このためハン、半福氏は考えを変え、序章は無事で済んだ。その後、孫となりは、過去、中正に昇進し、遺言将軍に任じられた。それぞれの職務において、立派な手腕を示した。赤カラス12年に亡くなり、この孫苗が後を継いだ。この孫術は、武将正し、孫信は、無難、正し、孫かなうは、縄文行為、孫は、楽教徳となった。 弟の孫康、孫弘士、孫伊佐浦も、それぞれ叱るべき会に着いた。井明、御ご所、ありがとうございます。